はい、こんばんは、山城。久しぶりに喋るとダメだね。こんばんは、山城と申します。さあ、今ね、時刻は4時30分。今日はどこにおるかというと、三重県四日市市の追分ですね、ここは。追分のファミマにいますよ、ということでね。今日からまた、新たな新シリーズが始めようというわけでございますね。でね、何をやろうかと思ったわけでございましょう。というのは、そもそもね、今日ね、撮影する予定じゃなかったんですよ。本当はね、ちょっと仕事の予定だったんですけど、休日仕事の予定があったんですけど、ちょっと急遽ね、仕事の予定が流れになって、それでですね、パッと時間ができたな。で、編集作業も結構一気に、詰めてできたんで、これ結構、ちょっと、出かける時間ができ、作れそうやなと思ったら、天気予報を見たらね、今、これ朝の4時なんですけど、今日は晴れるけど、明日以降がどうも天気が悪いと、いうことでですね。じゃあもう今日出かけるっきゃねえなということになったんで、今そのまま出かけてるために、来ましたよという感じでございますね。でね、何にしようかなと思ったんですよ。ちょっといろいろと企画は考えたんで、そのあたりの話はね、後からしようと思うんですけど。でね、思った時にね、やっぱね、山田さんの旅ね、そろそろね、一回ね、ちょっと原点回帰しようじゃないかと。なんか、定期的に言いますけどね、原点回帰って言葉は言いますけどね、結構もっと本質的に原点回帰をしようじゃないかということでね。っていうのはね、これはね、動画を撮り始めた頃の原点回帰みたいな話を昔ね、なんかしたような気もしますけど、そもそも動画を撮り始める前に、うちのところっていう、まあ、活動、活動24年目なんか、もうすぐ、24周年ということでございましてですね。もうすぐでもないな。12月なんでね。まだちょっと先ですけど、今24年目と、いうことでございまして。まあ、それだけ長いことやってるとね、結構歴史もいろいろって。で、その、原点回帰っていうと、もうほぼほぼその、最初の頃、もう動画も上げる前の話。動画とかを投稿をわーっとやり始める前に、まあ、正確に言うと、ニコ動で動画を投稿、はしとったね、2009年からしてるんであれなんですけど、ブログとかをやったりとかして、まあ、2006年ぐらいからブログとかいろいろ動かして、まあ、2000年とかも一応ね、ジオシティとか使って、サイトでやってたけど、どっちかというとテキストね、メインだったんでね、うん。で、テキスト以外のことをやり始めたっていうのがだいたい2006年ぐらいかな。それ2006年ぐらいとか、まあ、もしくはね、その大学時代とか学生時代の旅行の仕方。山田さんの旅行の仕方だったりとかね、どんなんだったのかっていうのね、改めて考えてみたらね、思い出した。山田さんの旅はね、基本的にね、どこかに行こうって言ってね、決めないですよね。なんで、今回もね、なんと行き先は決まってません。題してですね、行き当たりばったりと、してですね、今回新たなシリーズとして、もうね、特に何も考えない。まあ、単純にドライブ雑談っていうのがメインになってるんで、もはやね、どこかに行こうとかって考えずにね、とりあえず走らせてみて、着いてから、ある程度進んでから考えようと思います。4時半なんで今からだったらある程度、道も空いてると思うんで、スーッと行けると思うんで、そんな中でね、どこら辺まで行けるのか、そこからね、ちょっといろいろとね、見れたりとかできたらいいのかな、いうぐらいの感覚で思っております。でね、とりあえず、こっからね、まあ、今日、この回は、西の方向かって、ワンチャン行けたら、長友手山駅のね、やつとかも潰したいんで、行けたらいいかもなぁ、なんて思いながら走っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いいよ。さあ、ってことでね、もう走り始めてますけどね、そう、この予告、画面での回すのは久しぶりですよね。実は動画回すの自体も、ちょっと久しぶり。浜松行った時以来かな。ショートでね、バラバラバラって上げて、ちょっと変則的にやってみましたけど。うん。その時以来だし、横動画っていうと、ほんと久しぶりに回すんじゃないかな。なんだ?あの時以来かな、知多半島道路のサブちゃん撮った時以来じゃないかな、うん、っていうことなんでね、ほんと久しぶりにこっちのカメラ回ってみましたけどね。いやー、一時期ね、ちょっと縦動画をね、試しにやってみてましたけどね。まあ、いろいろと功罪が分かってきた、メリットデメリットがね、分かってきたよということなんでね、うん、そのあたりの話もしながらちょっと雑談していこうかなと思ってますけど、
まあ今日はね、雑談がメインというと、ほぼほぼ雑談雑談で、サブチャート会にしてやっていくんじゃないかなと思いますけどね。そう。あっちのね、縦動画、いろいろとメリット、デメリットがね、分かってきたんで、編集やってみたらね、縦のいわゆるロングですね。ショーツがね、それなりに伸びてるんで、やっぱそれに、こう、そういうような形で、ロング動画を縦にしてみたらどうかなっていう、試みから始めてみましたけど。まあ、やっぱしロングはよく伸ぶのがいいのかなという感じがしますね。特に、まあ、メリット、デメリットを挙げると、メリットは、もちろん、あるにはあります。まず、手軽に撮れる。ロングの方がですけどね、スマホ一つでいけるんで、手軽だし、身軽にいける。カメラでね、構えなくていいですからね。ほんと、普段のただのお出かけの装備。のスマホを一枚ね、一台ね、予備のやつを持ってといて、それでおカメラとしてね、使えば、本当に全くね、普段、ちょっと出かけるのとね、同じような感覚で出かけてるんで、ああ、全然ありだね、という感じでございましたよ、と。なんでね、あ、これはいいな、と思って、撮影自体もね、結構、前はね、熱暴走のあれがどうのこうだったんで、まあ、もしかしたら夏場はどうかな、っていう不安はありますけど、まあ、おおむね撮影、しに行くのはすごく楽にできるよというところですね。やっぱカメラ一つあると、それだけでね、そのカメラ一台一台はそんなにですけど、バッテリーを持って行ってとかっていうのを合わせてやると、結局やっぱり3キロぐらいの重さにはなってきますんでね。まあ常に2リットルのペットボトルを余計に持って歩きながらね、特にうちの場合は歩いたりとかそういうのが多いですから、っていうとちょっとね、やっぱ、邪魔だなってなっちゃうわけですよね、っていうのがあったんで、あれでしたね。いけるかなと思ったんですけどね、ネックが、メリットをもう一つ挙げると、やっぱスマホでは見やすいよねっていうのがあるんですよね、で、TikTok にも上げれると。10分以内にしても上げれるので。昔はね、TikTok そういうのがなかったんですけど、今は TikTok もそういう機能があるみたいなんで、縦動画だったら10分以内の動画もなって、あとちょっと容量の兼ね合いがあるんですけど、上げれるよって言ったら TikTok の方が、ね、再生が、ね、TikTok だとやっぱ回るんですよね。数百再生とかやっぱ回るんで、そのあたりは、メリットとしてあるかなという感じがしたんですよね。ただ反面ですね、デメリット、やはりいくつかあって、とかデメリット結構やっぱ見つかったんですよね。で、一つ目がまず撮影段階のところでいくと、意外とデータ飛びがある。思ったよりもね、あれ、ここのデータがなくなってるとかっていうのがあったのと、あとは、まあ、これはね、撮影方法の改善で対応できるんですけど、意外と音が入ってないっていうケースがあったんですよ。これね、どうもね、その撮影に使ってるやつが、今、その普段使いで、携帯のね、スマホとして使ってるのは、ソニーのエクスペリア使ってるんですけど、カメラとして使ってるのは、その前に使ってたアコースフォーネ使ってるんですかね。あっちの方がカメラ機能も実はいいやつ、使ってたんで、いいよ。いいところがあったんでね。ですし、それをね、読みでずっと使っておれば、普段使ってるやつをカメラ使うと、カメラ使ってると結局アプリ調べたりとかそういうのができなくなっちゃうんで、そのあたりがね、ネックになりかねないところだったんですけど、そこがね、クリアできるよというのがあったんで、そうするとね、あれ意外とね、縦動画で、ね、横で撮ってるときは、手で塞ぐことがなかったんですけど、縦で撮ると思うと、土台にしよう、指をね、土台にしようとするんで、下のところを、やっぱ、底の面をしっかりと持つんですよね。
まあ、っていうの癖があるみたいな CG に。で、横に持つときには、その、ですから、普段縦で見たときの側面のところが、そこに来ますから、横動画の形で撮ってるのね、そこまで問題になってなかったんですけど、縦で撮ろうとすると、要は縦の底のところですね、USB のケーブルとかの、コネクタがある方ですよね。あそこの方が、しっかりと持つようにする。そうするとね、どうもね、そこのところにマイクがあったらしくて、結構音が全く入ってないよっていう、無音状態のやつがね、多かったんですよね。なんで、それは今、しっかりと持ってやったとか、ちょっと考えないといけないなと。いうのが分かってきたよと思う。